はい、梅です。こんにちは。どうも。はい、いつも梅チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。はい、今日もですね、オフ会の告知ですね。はい、これもう最終的な仕様が決まりましたので、改めてはいお伝えしたいと思います。来年の3月9日2024年の3月9日にまたまた梅チャンネルオフ会開催させていただきます。で、今回のオフ会はですね、ガラッとちょっと中身変えます。今まではね、仮装で、コスプレ仮装ができるような、そういうオフ会だったんですけども、今回ガラッと変えます。今回はね、まずね、場所池袋ではなくて、舞浜に近い葛西でやります。で、今まで夜開催でしたけども、今回は昼開催、13時スタートにします。で、参加費もうんと安くして、なんと1000円です。なので、葛西で昼開催で、1000円でやります。で、場所はですね、長島クワカコミュニティ会館というですね、東京メトロ東西線の葛西駅からですね、大体歩いて10分ぐらいはですね、そういう、まあ、地区のね、地域のそういうコミュニティ会館でやります。でですね、これちょっとね考えてね、面白いことやろうと思ってます。と、皆さんでですね、なんか当日お菓子をですね、自前で差し入れで、ね、持ち込んでいただいて、で、みんなでお菓子をね、一斉に開けてお菓子食べながら雑談座談会みたいな、そういう風にしたいと思います。で、特にですね、遠方参加の方がね、結構やっぱいらっしゃいますので、遠方参加の方はですね、ぜひ地元のメーカーとかね、郷土の名物お菓子とかね、そういうのを持ち込んでいただけるとめちゃくちゃ盛り上がるので、ぜひお願いします。まあ、例えばね、僕はね、名古屋岐阜の方のね、ああいう東海地区の出身ですので、なんかウイローとかですね、もし僕だったらね、ウイロー、一口ウイロー持ってきますね。あとなんかね、広島の方でしたらなんかもみじまんじゅうとかね、あとは仙台とかの方だったらなんか萩の月とかね、京都の方だったらなんか八つ橋とか、まあ、あとは岡山だったらなんかきびだんごとかですね、まあそういうありますよね、もうあの地域といえばこれみたいな、そういうのをですね、差し入れで持ってきていただけると、みんなで食べられるので、めちゃめちゃ盛り上がるので、ぜひお願いします。僕もですね、やっぱね、一口二口はね、ぜひいただきたいですね。ダイエットしててお菓子は天敵なんですけども、まあ一口二口とかね、一つ二つぐらいでしたら全然問題ないので、はい、なのでぜひ持ってきてください。あと東京の方はね、まあね、名物ってそんなにないので、東京なら例えばなんか虎屋の羊羹とかね、虎屋のもなかとかね、いいですよね。僕虎屋大好きなんでね、虎屋ももなかいいですね。で、あとはそういうのがないよって方ですね、なんか近くのね、ドンキとかお菓子の町岡とか、あと百均とかでもいいので、なんか適当にお菓子差し入れで持ってきていただけると嬉しいです。まあでもこれね、任意なんで、お気持ちだけでも十分ですので、強制はしませんので、あくまでもお気持ちで十分です。で、人数はね、だいたいね、今回50人予定してます。なのでね、だからといって50個持ってきてとかね、50人分っていうわけではないので、まあみんなが本当にね、参加者全員が50人分持ってきたらもうパンクしてしまうので、そんなね、50人分持ってこなくても大丈夫です。まあ、ただね、人数どれぐらいなのかなって、やっぱり規模感とかはやっぱりね、知りたいですよね。まあ、なので、無理にね、50個とかね、そこまで用意をいただかなくても大丈夫です。はい、なので、一応規模感としてはお伝えしておきますね。でも前回ね、マイセンのね、なんかね、メンチカツサンドとかね、お差し入れいただいてね、あれは美味しかったね。あとはね、なんか一口ケーキとかもね、人数分いただけたりして、全国良かったんで、はい、なので、うん、一応人数ね、50人っていうことだけ一度お伝えしておきますね。はい、なもんかな。あと質問なんかありましたら、コメント欄で残してください。あと時間ですね。ね、一応ね、ざっくりタイムスケジュールなんですけども、13時受付開始で、一応ね、13時半に、まあ、スタートしたいなと思ってます。で、終了は18時終了予定で、みんなでね、元に戻してゴミとか片付けて、
19時には完全に体感したいですね。はい、なのでね、よく帰りのほら、新幹線とかね、帰りのバスとかね、帰りの心配される方もいると思いますので、一応ね、18時にこの葛西を出発することは可能です。あとはコスプレ仮装ですよね。まあ今回ね、部屋が普通のなんかね、集会室ということで、まあ映える背景とかね、そういうのは一切ないんですけども、それでもね、コスプレ仮装で参加したいっていう方いらっしゃるかもしれませんので、一応ベッド更衣室みたいに使えるベッド集会室は用意しました。手配してありますんで、コスプレ仮装したい方は、はい、ぜひ前もって連絡をください。はい、こんな感じですかね。はい、じゃあ3月9日の13時ですね。はい、葛西の長島クワカコミュニティ会館です。参加費1000円です。で、質問難度はね、上がる方はなんかツイッターの DM とか、ね、もしくはこの動画のコメント欄で質問してください。はい、じゃあそれでは皆さん、何卒よろしくお願いします。お菓子待ってます。楽しみです。じゃあねー。